おはようございます。お久しぶりです。ちょっと緊張するな、久しぶりで。ですね、今日は売上300万円は誰でもいけるか。ちなみにまたなんで久々かっていうと、今日はね、午前中は動画撮ってきたんですけど、現場動画ね、あれももうちょっとカツカツでね、もうストックないぐらいの感じなんで、多分今日の朝、今日だって何日 ?29、多分なんかダイジェスト版とかが上がってると思うんですけど、それ俺がずっと1週間いなかったんですよ。なんでちょっとダイジェスト版などで対応してもらったんですけど、今日早速午前中朝動画撮って今これ撮り始めてるんですけど、やっぱね1週間しゃべんないと。緊張するね。またどうやって喋っていいかなって結構メモ一生懸命書いてやるんですけど、しかも今日ちょっと背景がまた事務所で申し訳ないですけど、なかなかちょっともう今日取りに行く時間なかった。もう今日こんで3本ぐらい取りたいんですけど時間がないで、事務所で今取って、もう今日そのままこれ今日は上げてますんで、ほぼライブです。ライブってつけとくわ、サムネにね。あ、サムネ作ってくれる時は今日間に合わんかもしれんな。うん、じゃあ行きましょうか。売上300万円は誰でもいけるという話ですけど、ちょっと300万円って何って売上月間ね、月間300万円って何っていうと、何ちゅうかな、一つの基準として一般の人とやりたいとかいろんなことがあると思うんですけど、300万円売上300万円まではその下請けに徹した方がいいかな。まあ本当は理想は年間1億で、まあ、1億っていうのもちょっとこの後話すんですけど、なんちゅうかな、300万円ってさ、まあ 30% あれば90万、 20% だと60万ぐらいでしょ。だってやっと人一人の給料が出るんですよね、営業とかの300万だと。で社長が営業に回るのがまあ普通なのかどうか分かんないけど、まあね、親分が回った方が、まあ、会社のこと一番知ってるじゃん。こういう社員がおって、うちはこういう仕事って、まあだから結構そっち系が多いと思うんですけど、まあ営業雇われるっていう人も多いよな。だけどまああんまりうまくいってないよね、やっぱ営業雇って。社長が営業やったことないのに営業雇う人って、あんまりうまくいってないなと思うんですけど、まあまあ どっちにしろとにかく300万円超えるまではもう変に営業雇ったりなんだかんだして苦しいと思うから、結局 20%30% 残るってもそれで家賃払わなあかんし、車ね壊れたら直さなあかんし、車も買わなあかんし、道具も買わなあかんでしょ。まあまあ道具は現場経費に入るんかもしれんけど、まあ現場に入るのはまあ塗料、職人の給料、まあ、ガソリン代ぐらいは簡単に出るから、まあそれ現場経費とした方がいいと思うんですけど。でまあ目指すは 30%、まあ 30% 厳しいと思うけどまあこれお客さんを見るでね、 30% も残るんかなって。まあぶっちゃけうちはその営業を抱えてるからもうちょっと残ってるかもしれない。その現場だけで計算すると営業マンの給料とかないよ、もちろん。だけどまあ送信塔だって出えへんもんね。で保証費は入れてないよ、うちは。本当の今日納めの現場ほんで、まあ言い悪いはあるね、塗料1本出や戸建てなんかすぐね 3%4% 変わってきちゃうでしょ。だって平均ならすとどうかちょっとまあ言えんけど、言えないってことないけど、まあ、はっきり分かんない。だけどまあ本当の現場だけは一応目標は本当30ぐらいはやっぱ持っていかなあかんし、かな。でまあ下請けやってもまあ、人工とまあ材料もう道具代、ガソリンはまあ入れんでもいいかな。入れんだったらやっぱ25からまあ30ぐらいは目指していかなあかんじゃないかな。難しいけどね、 20% 残しは優秀じゃないかな。まあでも 20% はやっぱ目指していかんとかんじゃないかな、最低。まあそんなことで4分も喋っちゃったであれですけど、なんちゅうかな、300万目指すのってじゃあ誰でもできるって言ったら、まあ僕本当に誰でもできると思うんですよ。だって300万円で月、まあ、職人が動くんだったら何人、まあ、1人50だったら6人でしょ。まあ67人人が動けばいいわけじゃないですか、300万みたい。人件費だけね、手間受けでもね、材料入ってくるともうちょっといくでしょ。5人動いてりゃいけると思うんですけど、やっぱり、ね、まあ56人まではまず自分がねもう変に浮気して見積もりとかやって1日2日抜けるとやっぱ育ちも悪くなってくるし、社員のモチベーションも下がってくるからやんない方がいいと思うんですけど、じゃあどうやってやったらそこまでいけるのってもう思うけど、これ本当に会社やって本当1年2年からもうすぐだよ。法人作ったらもうすぐもう1年で1億超えたからね。僕はすげえと思うんですけど、何もすごくないんですよ。別に人が集まりゃその時はもうほっと忙しかったから、ほんでお客さんにもいやちょっと仕事的に坊主なんですけどそんなんでもいいっすかって、でその代わりもうね1、8くださいとか2万くださいって言わんもんで、給料だけでもね足代とあれで、ね、1、3か1、5ぐらいくださいとかはあったんですけど、まあそんだから長い付き合いもできたしね。いやー1、8ください2万ください、うちも会社なんでそんだけもらわんと無理っすわって言って生かしたら坊主だったらさ、まあそういう考えの人もおるけど、うちも下請けにね。だけどまあ長い付き合いになんないと思う。うちもそんなやつ忙しい時しか使わないもん。まあ、猫の手も借りたいっていう時にもう猫の手じゃんそんなんね。猫以下でしょ。猫でも餌あげやさ言うこと聞いてくれるじゃん。だからまあいい悪いは別として、まあ俺はそれは分かんない。俺は嫌だっていう世界だから、だけどまあちゃんとした人間としての付き合いでさ、友達でもそんな欲しいんでしょ。だからまあちゃんと一人はだって5人6人で、何に一番時間大切にするってやっぱ従業員大切じゃない。お客さんより俺従業員大切にした方がいいんじゃないと思うぐらい。その従業員職人がお客さんに横着いいことやってたわけなことやって怒るのは大切にすることだからね。別に怒ることがもうそいつに対して甘やかしてるだけでしょそれは、だから怒るのは別にそいつね、自分の子供でも怒るじゃん。自分の子供が人様のもん盗んだりさ挨拶もできんかったら怒るでしょ。だからまあそういう意味の大切にしなさいって、これお客さん聞くと勘違いするかもしれんけど、だけど一番大切なのは自分の職人だもんね。お客さんは中心におるけど別に上にいないってよく僕も会社に言うんですけど、別に変なこと言われるんだったら別にそんな塗らんでもいいやんって断れよってなって、だけどうちもそうじゃないですか。例えばもうこれ戸建て100万で塗りますって言って、まあねコメント動画にもよく書かれるけどさ、うちは70万でやれるとか60万で、まあじゃあそこを頼めばいいんだもん。お客さんもよく言う、どこどこの見積もり取ったらあいつはこうだったああだった、まあそっち行けばいいじゃないですかって、ただうちはこうこうこういう商品でこうこういう商品絶対うちで買った方がいいと思いますって、まあ自分たちも自信持って売ってるからそれは言うわけじゃん絶対に、だけどまあ他の人がね、まあうちはこういう60万70万だけどこういう商品です、まあ嘘も本当も入ってくると思うけど、うちはまあできるだけ本当のことを言おうぜっていう。はい、ごめんちょっと話が久々にしゃべるとまたずれてきた。下請けに集中だね。で人を育てる、社員を育てる、一番大切なのは職人です。自分の従業員だって自分についてきてくれるやつだもんね。まあこれは本筋ずれてないで言うけど、だってさまあ悪いけどね、今うちねそれなりにまあ本当10億とかあると思うんですけど、塗装屋ではまあ、有名じゃないですか。その愛知県ではね、それはみんな働きたいさ、面接してはもうなんぼでも来るじゃないけどね、まあこういう言葉よくないけどよれたみたいな職人さんだったらうちで働きたいと思うよ。ボーナスもあって社会保険もあって、まあ、社会保険選べるけどね。でね交通費つく有給あるんやで。一人親方も有給ある。社会保険入ってなくても有給っていうか有給に似た制度がある、結構あるよ、休みいっぱい取れる、いっぱい取れるとこない、現場ちゃんと回れええよって言ってまあ結構ある。あらみんな働きたいや。だけどその俺が一人で会社始めた時についてくれた人ってもう宝でしょ。ちなみにもうその頃の一番ね初期のメンバー、今うちで井村ってさこのね、バカ売れ講座でやってくれてるやつと、まあ古いメンバーいっぱいおるんですけど、フィリピンだなその子は、まあ、その子会社やってんだけど、まあ結構しっかりやってるよ。全然今塗装業じゃないですけど飛びでもないんですけど全然違う職種、まあでも建設業太陽光かやってるんですけど、やっぱ大切にできるって言ったらなんかね、なんかウィンウィンなんかね、なんかもらえたから大切するんかっていうわけじゃないけど、まあなんかどんどん貸しばっか借りばっか作ってくるやつなんだから付き合わないじゃんでしょ。まあ、それはまあどこの世界でも同じだと思うんですけど、だからなんかな俺見てて本当一人親方とかで終わってく人、2人3人ぐらいで終わってく人ってなんか自分のことしか考えてないような感じはまあ人見てて思うかな。なんか自分の給料が入ったらこれ全部使っていいみたいな、だからまあ俺もこの間なんか動画でやって、10人若い衆だったらいくら稼げるかみたいなやつやって「まあいくらでしょう」って言ったら「いやもっと稼いでますよ僕は」とかさ言ってる人いたけど、じゃそれは稼いでないからねって、それ経費、会社のための金を俺は自分で使っちゃってるんでしょって、だって 10% もないと思うもん。だってそりゃそうでしょ。だって俺が例えば給料、まあ、1万5000円で働いとるとするじゃんねえ、で 10% だったら1500円を毎日働いとるなら親方がもっと持ってくると、まあ請負だと違うけど、だけどまあ入ったようで、ね、事故が起こったりしたら金になるし、作業者がなんだかんだってあるじゃん。だけど社員がさちゃんとここで働いてて、ああ僕の金でなんかピンハネされてるって思ったら人なんかついてこないと思うんだよね。だから俺建設業ってピンハネ業だってみんな周りの人に俺言われるけど、じゃあアホじゃないのと思うもん。だってピンハネ業だと思ってるからお前うまくいかないんだよってまあ言うしね。まあこんな格好ですね。ちょっと椅子がねえけどこんな格好で喋ることじゃない。まあちょっとズボンがなくて半ズボンなんですけど、半ズボン社長みたいな感じになっちゃったけどさ、まあ、こんな格好で真面目に話すことじゃないんだけど、だけどまあ僕は本当にお金使わなかった。まあだって、まあ、人から見やさ、まあ、今いい暮らししとるであれだけど、もう俺別にそんなこんだけ売り上げあってこんだけねちゃんと会社の従業員にあげて。まあ俺、まあ、こんだけしか取ってないよって胸張って言えるもん。従業員はみんな知ってるよ僕の給料は、まあ、職人まで知ってんじゃねえかな多分。営業ももちろん知ってるし事務も知ってるしね、まあ、別に俺はもう恥ずかしくない給料取ってると思ってるから、だからなんちゅうかな、その300万円売り上げになって3割残ったら90万で自分現場で取れば全部残ってくるわけじゃん。 20% だったら60万でそれ全部自分で使っていいっていうのは違うよ多分ね。まあ最低限家庭があったら生活しながらね50万、もうだって売り上げ300万ぐらいだったら給料自分で現場で出たら560万持ってきゃいいけど、社長がね50万が限界じゃないボーナスなしで。逆に300万円だったら社員より給料少ない方がいいんじゃないって。俺本当に1億2億本当に2億ぐらいまで従業員より俺の方が給料少なかったからねマジで。いくら取れるかじゃなくてね、利益がどうとかじゃなくて、だってその当たり前のことでしょ。そんなだってねどこの馬の骨かわからんのについてきてくれた人たちの生活守るのが、まあ、もちろんもうさきれいごと一発目。フィリピンから帰ってきてなんかこいつ綺麗事言うようになったなって思われてください。まあまあ12分もう13分近いからまあそろそろ終わらなんですけど、こいつ綺麗事言うようになっちまったなってちょっと思うかもしれないんですけど、そうこれだけ言ってこなかったな。ちょっともうちょっと喋らしてもらうと、職人型でそうやってちゃんと育てれればもう300万から余裕のよっちゃんでいく。で仕事は何十万もうそこら中に転がってる。でポン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 人が辞めていくっていうのは多分自分に問題があると思うんだけど、社長にね辞めていくやつに絶対問題ないから、何ちゅうかな、だってそんな規模の時にどっかに癖があるやつしか来ないでしょ。だってうちの従業員もみんな癖あったよ。もうどんどん癖が少ない子が増えてきたけど、癖があった子でもいい子いっぱいおったし、ただね朝が起きれんやつがおるとか、ちょっと体に入れ墨が入ってる子がおるとかさ、でそういう子を使っていくしかないじゃんね最初はもちろんね、だけどそういう子を使って5人6人呼んで手塩にかけて本当に自分の子供みたいに育てれば、まあ更生っていう言葉はちょっと違うかもしれんけど、もともと腐ってないからね別に心は。だから更生ではないと思うんですけど、まあ本当に心が腐っとるやつはもう俺絶対治らんと思う。更生なんか無理だわ。人間が腐っとるやつはもう治らんと思うし、俺も散々そういうことやってきて。いやなんかそれでお金もらえるならいいや、更生するのになんか1000万ぐらいもらって更生施設だったらいいんですけど、仕事やりながらやってたらもうそれは無理だと思う。お客さんもおるし、1000万もらって更生施設でも無理じゃないかなと思うんですけど僕は、でもちゃんと育てや仕事はもうなんぼでもある。うちでもそんなちゃんといい職人ね抱えとって4、5人やっとる会社さんでそれなりの値段で頑張ってくれるんだったらもう何本でも仕事あるもん。それはもう1人前くれ、ね、2人前くれ、ね、10人20人50人うちとね同じぐらいの単価くださいって、うちがやってる下請けの価格ねと同じぐらいくださいって言ったら「おいおいおいちょっと待てよ」ってちゃんと話そうかってなるやん。だってそのパワーもないし保証もできないで、ましてや事務の管理能力もない、そういうのはこっちがねやっぱ伝授したってこっちが管理してあるわけでしょ多分ね。でそこはもうウィンウィンだから。うん、まあ俺らは仕事持っとるしやっぱそれなりのきちっとしたゼネコンさんからでも塗り替え道場さんだったら任せれるなってもらえるわけじゃないですか。でそこが、まあ、例えば俺がもし 10% 持ってたとしてもさ、昔は俺もそういう考えだったで、こんなやつが 10% 持ってるんでもうそれは俺はもう今自分がこう来たで分かるけど、やっぱちゃうもん、仕事もらえんもん、うん、で今だったらもうもらえるんじゃないもん、もう来るもん、頼まれる。いやだけど本体いけないですよって協力業者だったら「ああいいよ」って、その代わり塗り替え道場さんがちゃんと管理してよって責任取ってよって、ね、なるわけでしょ、うん、だから、うん、そりゃそうだよ。だってもううちもこの、ね、10億20億30億になってきたらもっとねしっかりした会社からも仕事もらえるだろうし、まあもうね、まあ、しっかりした会社からって言ったら今もらってるお客さん失礼だけど、まあ失礼じゃないよね。まあまあパワーとかいろいろあって、ね、年間何十億ってそれみんなやりたいわけじゃん。ここの会社一つ取っただけで年間何十億あるお客さんっていっぱいおるでしょう。でそんな仕事やりたいよみんなね。だけどそれはそれやるだけのやっぱパワーと能力と資金と人の集める。だって「あごめんなさい」って「うちもう5人しかいないもんね無理っすわ」って無理だもん。もう俺そんなんうちの会社も毎日だよ。仕事もらいました何日までに工期終わらんか、でもこの現場任しとるやつが終わるって言っとったの終わらへんって、もうじゃあ人集めろって。本体にこれ営業とかいろんなねパワーがあるジムも何人もおるもんで、それができるわけでしょ。で5人で雇って社長1人ジムね奥さんにやってもらっとるぐらいのとこで無理じゃん後期守るなんて。それはうちに1割ぐらい跳ねられとって別に文句はないんじゃない ないんじゃないっていうか、まあ言ったらおかしいわな、うん、まああれだねちょっとまた長くなりましたけど、ちょっとフィリピン帰りでちょっと拙いあれでしたけど、今日3本4本撮ってきますんでよろしくお願いします。